ルンとの関係か。関係をはっきりさせるのは簡単だけど、お前とルンが恋人っていうのが嘘だってことにだよ。あれをレンから聞いて知ってるってなると、どうしたってルンの感情の矛先がレンに向いちゃうよな。だから頼む、この通りだ。あんなにルンのこと大事に思ってるやつが、嫌いな俺に頭まで下げて、レンはルンに嫌われてもって思ってるんだろうけど、そんなのやっぱり違うよな。くそ、どうすりゃいいんだよ。朝からあくびなんてたるんでるんじゃない？ああ、おはよう小手川。しかもひどい顔ね。ああ、あんまり眠れなくてさ。別にいいけど、授業で寝ちゃダメだからね。ああ、気をつける。一睡もできなかったもんな。なんだ、手紙？リト君、今日どうしても話したいことがあるので放課後公園に来てください。やっぱり学校には手紙を置きに来ただけか。ルンにどう話せばいいんだろう。最近そればっかり考えてたけど、結局何も。あんないい子他にいないよ。お前があいつを、ルンを助けてやってくれ。そうだ、せっかくルンが出てきてくれたんだ。俺のやるべきことは一つだけ。あんな子をこのまま腐らせてちゃいけない。なんとか、なんとかしなきゃ。俺が。よかった、来てくれたんだね、ルン。ひょっとしたら来てくれないかって心配になっちゃった。そんなわけないだろ、俺だってルンに会いたかったし。言わなきゃ、ちゃんと。今度こそ。ごめんなさい。え？私、本当はリート君の恋人なんかじゃないの。本当にごめんなさい。今までずっと記憶がないのをいいことに騙したりしてて。もっと早くちゃんと言わなきゃって思ってたんだけど、今のリト君が恋人でいてくれるのが嬉しくって、どうしても失いたくなくって。最初は騙すつもりなんてなかった。
でもリト君が信じてくれたからつい調子に乗っちゃって。本当のこと言うとね、私焦ってたんだ。焦って？今のままじゃきっとリト君に振り向いてもらえないから。リト君の周りにはいつだってナナちゃんたちみたいな素敵な子がいるから、私はきっとあの子たちに絶対勝てないって。そんなことあるんだよ。前に言ったよね、昔私とレンは一人だったって。うん。レンと体が分かれてから私にはもうハンデなんてないって喜んでた。きっとリト君を振り向かせてみせるって。そんなに現実は甘くなかったの。え？体のハンデがなくなってみて初めて分かった、リト君の周りの女の子がどんなに魅力的かって。私は言い訳してただけだったの。レントの体のことなんかなくてもあの子たちには勝てそうもなかった。でもルーはアイドルだってできるくらい。それも勝てない理由かな。どういうこと？だって私がお仕事してる間みんなはリト君と同じ時間を過ごせるんだよ。ただでさえ手強い相手ばかりなのに、そんなことしてたら、それが嘘を言い出せなかった一番の理由かも。リト君をどうしてもつなぎ止めておきたかったから。ルン、ごめんね、こんなずるいんだ私。分かってほしいなんて虫のいいこと言わない。リト君の優しいところに甘えてずっと騙してたなんて最悪もいいとこ。リト君のこんなにも優しい人のそばになんている資格もない。本当にどうしようもないよね。待ってよ、ルーはそんなずるくなんてダメ。え、こんなずるい子に優しくなんてしちゃ、またきっとつけ上がっちゃうから。だってそれでも好きなんだもん。こんなにどうしようもないのに、まだ私リト君のこと。もうやめよう。え？そんなに自分を責めないでくれよ。俺そんなルンが好きなんだからさ。ずるい？どこが？好きな人と一緒にいたいっていうのがそんなに悪いことかな。でもルンが騙したっていうのは俺だろ。でも俺は何の被害も受けてないよ。それどころか、ルンみたいな素敵なこと、嘘でも恋人になれたんだ。ルンが俺のこと好きじゃないって言うならともかく。俺、すごく嬉しかったんだからさ。それだけじゃない。今俺、ルンのことが好きで本当に良かったって思ってるよ。本当にずるい子なら、きっとバレるまで何も言わないんじゃないかな。でもルンは話さなくていいのに俺にきちんと話してくれた。それはリト君のためじゃなくて私のため。自分のこと今以上に嫌いになるのもう嫌だったから。それでいいと思うよ。俺もルンには自分のことを好きでいてほしいから。
そもそもこんなことぐらいでルンのこと嫌いになんてなれるはずないよ。リト君、ルンの仕事してる姿、京子ちゃんやレンみたいにルンを大切に思ってる人たち、最近ルンのそんな部分ばっかり見てたんだ。しかも今日は俺なんかに対しても何より自分自身に対して誠実なルンを見せてくれた。これでどうやって嫌いになれっていうのさ。でも私はリト君を。ちょっと気持ちが先走っちゃっただけだよ。それこそ嫌いになるどころか嬉しいかな。俺のことそこまで好きでいてくれたんだって。なんでどうしてそんなに優しいの。優しくなんかないよ。味方によってはルンの弱みにつけ込んで好きだって伝えてるんだから。そんなこと。だからこれでお互い様ってことにできないかな。これ以上ルンが自分を責めるんだったら俺だって自分を責めなきゃいけなくなっちゃう。ルンばっかりじゃないよ。俺だって多分ルン以上に幸せだし。リト君、ほら顔拭いて。アイドルが台無しになっちゃってるから。本当だ、本当ひどい顔。今のくしゃみ。あ、ごめんね。雰囲気ぶち壊しだよね。そっか、もうレンにはならないんだよな。あ、リト君、もしかして記憶が。うん、多分戻ったんだと思う。あ、心配しないで。さっきまでのこともちゃんと覚えてるし、ルンが好きってこと撤回するつもりもないから。リト君、まだ記憶が混乱してる部分もあるけど、俺前からルンのことはっきりさせなきゃって思ってたみたいなんだ。でも今の俺の気持ちは完全にはっきりしてる。ルン、君のことが。いや、君だけが誰よりも好きだ。
お疲れ、ルン。ありがとう、レン。しかし、久しぶりにルンの撮影見たけど、もうすっかり慣れたもんだな。もう何年もアイドルしてるの。そりゃそうか。ルン。あ、京子。撮影見てたよ。すっごい良かった。京子にそう言ってもらえると自信つくよ。そうそう、今度大人になったマジカル京子2時間枠でやること決まったね。え、本当に？あれ、聞いてないの？そりゃマネージャーがあれだもん。あ、そうか、マネージャー新米くんだもんね。ちょっと頼りないかも。まあそんなことないってば。なあ、すみません、すみません。あれのどこを頼れって言うんだ。だよね。ごめん、遅れちゃって。事務所の電話が鳴りっぱなしでさ。まあニートはそういうことしなくていいんだって。そうはいかないだろ、ルンの仕事の話かもしれないし。そうそう、だからルンにマジカル京子の話伝えるの忘れちゃったんだよね。え、あ、いい加減慣れろよ、お前は。ごめん、ルン。いいよ、うっかりは誰にだってあるし。でもリート、前もうっかり連絡ミスしたよね。うう、面目ない。いいのいいの、そろそろ私の番だから。え、京子、マジカル京子のスペシャル全国ネットでゴールデンタイムなんだよね。うん、そう聞いてるけど。リート昔言ってくれたよね、誰よりも長い時間私といたいからマネージャーになるって。言ったけど。うん、じゃあうっかりその夢叶えちゃおっか。はい。今度のスペシャルの取材、うっかり婚約発表とかしちゃおうかも。ちょっ、それでうっかり結婚しちゃおう、リート。勘弁してくれってば。トラブルダークネス、トゥループリンセス。